ただただ立ち向いてシュンって感じで下を向いてシュンとしてる皆様、おはようございます。しらすたまサブチャンネルです。イエーイ。今さ、まあ、今日ちょっと可愛い格好してるって話と、髪の毛をさちょっと、まあ、黒じゃないんですけど、ちょっとアッシュ系のさ結構暗い色にトーンダウンしたって話と、おしらさん今ね親知らずをこのように両方ポーンって抜いて、ちょっとケミオさんみたいな効果になってたんですけど、ポーンって抜いてこっちが腫れてるっていうね近況報告を今一気にしました。でまあ、おしらさんは顎がね痛いなと思ってるんですけど、皆さん心を痛めて生きてらっしゃいませんか？最近大丈夫ですか？今日はさ、ちょっと戦争の話とか出てくるので、ちょ苦手な人はもう本当にいいねとチャンネル登録とコメントだけして帰っていただいたらいいと思うんですけど、ちょっとずずしいですか、ごめんなさい。そんなちょっとなんかセンシティブな話をするので、私も言葉を選びながら絶対に炎上しないように喋っていきたいと思うんですけど、こんな可愛い格好してね、炎上するなら可愛い格好でと思って可愛い格好してるわけとかじゃないですけど、別に極端なことは言いません今日は。とまあ話題としてはさ、やっぱロシアがこうウクライナに攻め入ったっていう、まあ、ニュースがこう流れてるわけじゃないですか。で、戦争始まっちまったぜってことになってると思うんですけど、皆さんはどういうふうにそれを感じてらっしゃいますか？どのくらいまでの情報を知ってますか？でもさ、まあ、今日のこう、別に結論が出るわけじゃないんですけど、何か、今日のテーマとしては、まあ、戦争の有無とかじゃなくて、戦争がいいか悪いかとかじゃなくて、なんかさ、人間って知ってるもので世界を全て判断するし、知らないものはさ、全てなかったことに、する生き物だなって思ったって話なんですけど、ちょっと抽象的で意味が分かんない人もここら辺で離脱していただいてもいいんですけどいいねとチャンネル登録だけしててください。なんかさ、まあ、いろんなこう ロシアがこういうくらいで攻め入った、そういう画像とかさ、動画とかさ、 Twitter とかさ、 TikTok とかさ、まあ、Yahoo ニュースとかさ、テレビとかでこう出てくるわけじゃないですか。で、そのさ、まず第一段階として、その出てくる動画とかがさ、フェイク動画、フェイクニュースがめっちゃあるって話は皆さんご存知ですか？んだ、このフェイク、なんて言うんだろう、そのゲームの爆撃の映像とかが、実はそれウクライナの映像じゃなくて、なんかゲームの映像を使ってるとか、パラシュートでさ、こう兵隊が降りてくる映像が、全然なんかそのウクライナの戦争の話じゃないとかさ、まあ、いろんなこうフェイク動画とかフェイク映像が、回ってるって話なんですけど、で、そのフェイク映像ですよ、これはって、いうそのニュースすらフェイクかもしれないし、ちょっと本当に、なんか情報って何をどう信じていいのか分かんないけど、それを信じてる人もいるわけじゃないですか。やばい、こんな風になってんだ、マジビビるんだけどみたいななってる人もいるじゃないですか。だからなんか起きてる事実とこう、私たち日本人、特にまあ日本だとしましょう、ここは日本なんですけど、日本でさ、こう知ることとってさ、ちょっとまあ実際乖離が起きてることもあると思うし、で、なんならさ、ロシアがウクライナ攻め入ってるの知らない人とかもいるわけじゃないですか。で、テレビ見ない、おしらさんもあんまりテレビつけないんですけど、テレビ見ない、ツイッター見ない、 TikTok 見ない、インスタ見ないだったら、多分ね、今戦争が起きてるって知らないと思うわけで、ハッピーにさ、こうなんか飲み散らかして生きてる人間とかもいてさ、まあそれはすごい羨ましいなって俺は思うんですけど、だからそのちょっと戦争の話をちょっと置いといたとして、例えばさ、今さ、まん延防止措置法って出てるじゃないですか。なんか1月の半ばぐらいから3月6日までだったのがまた延長するとか、よくわかんないこと言ってるんですけど、そのまん延防止措置法が出てるかどうかを知らない私の友達とかもいっぱいいるわけ。あ、今マンボウ出てるんだとかさ、そう、知らない人いるのよ。とかさ、マンボウとまん延防止措置がさ、の違いが分かってないとかさ、そうなの、なんかコロナが1日どのくらいこう感染者数がいるか分かってないとかさ、全然ニュース見ない人はさ、全然そういうの触れ合わないで生きてるからさ、すごい毎日ハッピーにさ、楽しそうに愉快に生きてる友達とかもいるわけ。なんかさ、最近お店やってないんだけどとかっていうさ、最近夜お店やってないよねとかさ、なんか平和ボケしたことを言う人もいるんですけど、まあ、だからそういう感じでさ、人間ってさ、知らないことは起きてないことなんだけど、その人にとってはコロナは今もうなかったことになってるの。ツイッターとか何も見ないから、何も見ない、 SNS を見ない人にとってはなんかそのコロナがどうなってるかっていうのは起きてないことなので、それと一緒でロシアがウクライナに攻め入ってると知らない人ももちろんいるわけじゃないですか、世の中には。日本人1億人いたらもう1000万人とか2000万人ぐらい知らないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとどうなんでしょうね。詳しくは知らないじゃないかなって思いますね。で、あとさ、なんかさ、もう一個こうツイッターとか見てて思うのが、なんか生きてるうちにその戦争が起きると思わなかったとかっていうさ、つぶやきとか結構いっぱいいるんですけど結構いっぱいいるんですけど、なんでワールドワー2、第二次世界大戦以降のさ、あのドンパチはさ、全部なかったことになってんだろうなとかっていうさ、ちょっといろんないろいろあったじゃないですか、ワールドワー2の後でも。ちょっとまあ何歳生きてるかにもよるけど、まあ、ベトナム戦争知らない人はいっぱいいるだろうけど、なんだろう、まあ、クリミアの話とかさ、アフガニスタンの話とかさ、なんだ、まあ、ウイグルの話とかさ、まあ、おしらさんが知らないだけで他にもいっぱいあるんでしょうけど、そういうさ、なんかまあ、ちょっと規模はさ、違えどさ、まあ、いろんなこういう、
全部大国が絡んでる、ロシアとかさ、中国とかさ、まあアメリカとかがさ、絡んでるようなさ、案件なのに、なんかすごい、なんかそこだけ農家になってて、今回だけさ、すごい結構、なんかこんな、この戦争が起きると思わなかったみたいなさ、ちょっとおめでたいこと言ってんなって思っちゃうんですよ、おしらさんは。それに対しては、なんか、なんで今回だけ急にさ、ハッシュタグ戦争反対って、戦争反対っていうことが悪いことじゃないですけど、なんで今回だけそう、こう騒ぐんだろうなっていうのは、やっぱり人間ってさ、知ってるものが全てなわけよ。やばい、ウクライナとロシア本当に世界大戦以来の本当に戦争だって思っちゃったらもうそうなわけじゃないですか。まあ、確かに規模的にはね、結構やばいのかもしれないんですけど、うん、でもその農家になってる戦争があったりとかして、不思議な世界じゃないですか、この世ってって話ですよ。これ皮肉とかじゃなくて、本当に、ただただ純粋に不思議だなって思う。人間って本当に人間の脳みそって結構バグってて、知ってることだけ起こったことになって、知らないことは起こってないことなわけよ。だからさ、まぁ、ちょっと本当に、また規模を日常に戻してくるとさ、おしらさんは視聴者のことは、コメント書いてる瞬間と、いいねと、こうなんかこう、再生数のグラフとかでしか、わかんないわけ。まあ、あとツイッターでリプライくれたりとか、DM くれたりとか、まあそういうこととかもあるかもしれないけど、で逆にみんなは、おしらのことは、この10分間とか15分間の動画、週にさ、3本ぐらい出るさ、この動画でしかさ、おしらのこと知らないわけじゃないですか、15分間以外は。で、あとのさ、23時間さ、45分でさ、薬やっててさ、人のことぶっ殺しまくって言ってもさ、みんなにはわかんないわけじゃないですか、ちょっと極端だったけどね、例が。そうなんですよ。どうする？めっちゃやばいやつだったら、おしらさんが。こう見えてさ、めっちゃ電車で痴漢しまくってるとかさ。もう酒飲み散らかしてるような酒飲み散らかしてるんですけど、わかんないじゃないですか。実はさ、このピアノからした全裸でさ、毎回解説してるさ、すごい変態動画投稿者だったかもしれないじゃん。一応、あの服着てるんですけどね。俺は全然服着てるんですけど。でもそうだ、知らないことはね、なかったことになるの、世の中っていうのは。だから本当にさ、恐ろしいなと思って、この世っていうのは、この世って恐ろしいなって思ってるの、お世話様今。うん。だからまあ今日の話はだからウクライナとロシアの戦争についてじゃなくて、だからそういう、やっぱ自分のさ、身近に感じた瞬間にみんな頭全部そこに持ってかれるし、急にさ、コロナの話とかなくなったじゃないですか、あのニュースからバーンって減ったじゃないですか。みんなの関心がそっちに移ったから、で、その、って言った瞬間になんかまん延防止措置2週間か3週間が延長されるみたいな話知ってますか？ちょっと首都圏では。とかさ、なんか急にさ、金融資産のさ、課税のさ、話がさ、岸田さん急にこのタイミングで言い始めたりとかさ、なんか本当にこう、なんだろうな。まあ、それ意図してかどうかわかんないんですけど、やっぱなんかバレなきゃやりたい放題なわけですよ。世の中ってバレなきゃやりたい放題だし、バレちゃったらもう調整するしかないし、与えたい情報だけ与えればまあコントロールできるし、だから何の情報を与えて何の情報を隠すかっていうのは、SNS の時代だからみんなさ、どんな情報にもアクセスできるから、みんな知りたいことを知れるし、正確な情報を知れるって思いがちなんだけど、全然そんなさ、我々一般人をさ、騙すのなんか簡単で、頭のいい人たちとか、力を持ってる人たちっていうのは、私たち一般人を騙すこととか誘導するのが本当に簡単なわけよ。だから、なんか、まあ、すごい時代だなと思うわけ。例えばさ、なんかさ、キングダムの戦争、キングダムってわかりますか？キングダムはキングダムですよ。キングダムの戦争とかさ、早馬を走らせて伝えたとかってさ、秦が誰かを倒したとかさ、なんか一週間後とかにわかるわけじゃないですか、そのなんか、中央政府は。戦争はさ、なんか100キロとかさ、向こうで起きてるからさ、全然わかんないわけよ。全滅してても知るの2週間後とかだし、そう、ツイッターとかで誰かがさ、やばいシーンがめっちゃ勝ってるとかってさ、誰も言ってくんないから、そういう時間差の戦争だったのが、今はさ、こう、リアルタイムで伝わる、伝えようと思えば伝わるし、リアルタイムだからこそ、なんかちょっと本物っぽいものも作れちゃうし、だからなんか本当に、なんかいろんな規模でさ、こう人間の脳みその、脳みそというか、心の動きを捉えると面白いなって思って、戦争だけじゃなくてコロナのこともそうだし、もっと身近なさ、私たちと視聴者の、私と視聴者の関係もそうだし、夫婦だって恋人だって、なんか知ってれば知ってるし、知らなければ知らないしっていうことだらけだなっていうのを、今回のこの、ね、ロシア、ウクライナのことでちょっと思ったのよっていうような話で、じゃあどうしてったらいいんだろうねって話なんですけど、うん。もしろさんの結論として、結論は出ないって言って結論とか言うんですけど、結論としては、まあ、まず一個は、まあ、想像力っていうのは大切だっていうのはいつの日も私の結論ではあるんですけど、
こう想像すること、自分が全部知ってると思わないこと、知らないこともあるんだろうなとか、知ってると思ってることでも嘘が含まれてるかもしれないとか、まあそういうちょっとまあ警戒心と言ってもいいんですけど、知らないことを想像し、知ってることを疑う力っていうのは、やっぱりこう、一個生きていく上で自分が幸せに生きるために必要だなっていうのと、あとやっぱね、どのくらいのね、情報を手に入れるかっていうのはね、本当に考えた方がいいと思ってて、だからなんかウクライナとロシアのことが心配なのはわかるし、できることがないかっていう探すのももちろん素晴らしいことだと思うんですけど、だからといって、めっちゃ情報を収集したところで、あなたに正しい情報が集まってくるとは限らないし、あなたがこう、戦争犯、例えば、ちょ、わかんない。これ、こう、例えばの話っていうのを分かってください。例えば、戦争反対ってツイッターでつぶやくこと自体が、戦争に加担してるって可能性もあって、例えばさ、今ロシアとウクライナだとさ、日本的にはロシアめっちゃ悪いやつで、ウクライナめっちゃ頑張って、みたいな、頑張って負けないで、みたいな、まあ雰囲気ではあると思うんですけど、実は、逆でとかあるかもしれないですから、全部ウクライナが一番世界で悪いやつで、この、これ、例えばの話ですからね。ウクライナが世界で一番悪いやつで、ロシアがこう挑発されて、もうしょうがなく戦ってるっていう可能性だってあるわけじゃないですか。なんで、そうじゃないと言い切れるかわかんないんですけど、例えば戦争反対っていうことで、ロシアをこう、追い詰めようっていうアメリカの作戦かもしれない。戦争反対っていうことで、ロシアがこう追い詰めて追い詰めて追い詰めて、ロシアって国をぶっ潰そうみたいな、アメリカのこう全部手のひらの上で我々もそれに加担させられてるだけかもしれないっていう可能性とかもあるわけ。だから戦争反対っていうのが悪いって話じゃないんですけど、そういう想像力もあってもいいかもねっていうのを翔さんも思ってるって話です。炎上しないか大丈夫かな、大丈夫だよね。ちゃんと理解してほしいな。まあ、ね。そうなんですよ。そういう情報戦ってすごいし、偉い人たちとか力のある人とか頭の人たちの考えることってのはすごいし、世界は広いしっていう話なので、皆さん、いろいろ考えながら、考えすぎないようにしながら、情報の取り扱いに気を取り扱い、情報をどれだけ吸収するかについても気をつけながら、健康に、幸せに、楽しく、生きていけたらいいですね、というのが本日のサブチャンネルでございました。サブチャンネルってこんな話すると思わなかったけど、まあ、最近おしらさんね、そうやっていろんなこと考えてるんですよ。みんなも、お酒は飲みすぎないようにしましょうね。じゃあね。